韓国さんが慰安婦関連訴訟で主権免除の原則により日本政府への追及ができないのであれば、追及できる法律を作ればいいじゃないとか言っているようです。記事を見てみましょう。韓国の裁判所で裁判が行われる慰安婦関連訴訟に主権免除、国家免除の原則が適用されるのを防ぐ法案が韓国国会で発議された。8月13日、共に民主党の議員が21人によって国会に提出された人身売買等防止及び被害者保護に関する法律改正案がそれである。主権免除があるので日本政府の責任追及は難しいの司法判断に起こった韓国市民。韓国の裁判所は外国の主権的行為に対しては主権免除が認められ、民法、商法など司法的行為に対しては外国の裁判所の管轄に服することを免除されるという制限的免除論をとっている。そのため今年4月に韓国の元従軍慰安婦のイオンスさんらが日本政府を相手に賠償を求めた裁判で、韓国の最高裁はこの主権免除の原則に従って原告側の訴えを却下し、韓国社会を騒然とさせた。というのも今年の1月、別の元慰安婦らがやはり日本政府に対して起こした損害賠償訴訟では、慰安婦問題のような重大な人権侵害は強行規範違反に該当するために例外的に主権免除を適用してはならないという趣旨の原告側勝訴の判決が出ていたからだ。それが一転して日本政府の賠償責任を認めないという判決が出たことに韓国の世論は反発した。そこで出てきたのが今回の改正案だ。該当法案は人身売買の被害者に対する救助や賠償に関する既存の法案にたった一つ次のような条項を加えた。人身売買等の全部または一部が大韓民国の領域で犯したものであるか、その被害者が大韓民国の国民である場合には外国政府は人身売買等により発生した被害に対する損害賠償の訴訟で大韓民国の裁判所の裁判権から免除されない。日本を意識した改正案。この法案で外国政府、日本、人身売買、慰安婦を意味するということを法案を代表発議したチョン・ギョン議員は自身のホームページで詳しく説明している。今年1月と4月に裁判所が慰安婦被害者であるコ・ペチュンヒさんの遺族やイオンスさんなどが起こした訴訟でそれぞれ異なる判決を下して議論が起こしました。1月の裁判では日本の反人道的犯罪行為に主権免除を認めませんでしたが、4月の裁判では主権免除が認められ訴訟が却下される事態となりました。主権免除をめぐって相反する判決や決定は慰安婦被害者の方々の混乱と苦痛をさらに加重させるだけです。被害者の名誉や尊厳を回復できるよう反人道的犯罪に対する損害賠償の場合主権免除を認めない内容の改正案を発議しました。中略。もしもこの法案が国会で可決されれば、これからは慰安婦訴訟で主権免除原則を主張して裁判に応じなかった日本政府の戦略は通用しなくなる。日本政府は新たな対応を求められることになるだろう。主権免除排除法案可決される可能性大。同じ時期にユン・ミヒャン議員が共同発議した慰安婦被害に対する名誉毀損禁止法、正式名称は日本軍慰安婦被害者に対する保護、支援及び記念事業などに関する法律一部改正案は激しい反対世論で法案が撤回された。慰安婦被害者や遺族だけでなく慰安婦団体に対する事実に基づいた非難までを名誉毀損で処罰する新設条項によって、ユン・ミヒャン保護法というメディアからの揶揄と元慰安婦のイオンスさんの激しい反発が反対世論を形成したのだ。しかしチョン議員らが発議した人身売買等防止及び被害者保護に関する法律改正案は国民世論やメディアが反対する可能性は低い。イオンスさんが積極的に支持しているという面からも法案成立の可能性が高いとみられる。ただ法案発議文によると同法案の施行日は23年1月1日からで、
ムンジェイン政権以降に先送りしている。一方、裁判所で継続中の裁判に対しても適用されると規定しており、一審で却下判定を受けたイオンスさんらが提起する今後の裁判にも適用される可能性が高い。ユン・ミヒャン議員、米軍慰安婦真相究明法案を提出。一方、イオンスさんと敵同士になってしまったユン・ミヒャン議員は、共に民主党議員だとともに、在韓米軍を相手に、売春を生業としてきた風俗女性ら、米軍慰安婦の人権侵害に対する真相究明や被害者支援策を整える法案を作成し、昨年12月に国会に提出した、米軍慰安婦問題に対する真相究明及び被害者支援等に関する法律案。韓国内では、在韓米軍を対象とする風俗女性の募集や管理などに韓国政府が介入したという疑惑が女性団体を中心に提起されており、韓国政府には補償と真相究明を、米国政府には謝罪を求めている。2014年には米軍慰安婦らが韓国政府を相手取った損害賠償訴訟が始まり、2018年には一部原告勝訴の判決が下されたこともあったが、韓国政府は現在も国家の介入を公式に認めていない。しかしユン・ミヒャン議員をはじめとする与党議員らは、米軍慰安婦問題を既成事実化し、韓国政府に被害補償を義務付ける法案を発議したのだ。法案の具体的な内容は、韓国政府の女性家族部長官の下に米軍慰安婦問題真相究明委員会を設置し、過去1945年から2004年9月、国の安全保障を名分に人権被害を受けた米軍基地村の風俗女性やその遺族らに対する真相を調査し、被害女性及びその遺族が安定した生活を維持できる医療支援及び生活費支援、住宅支援などが行われるよう法的根拠を設けることを骨子としている。ということで、そこまで日本が憎いなら断交を宣言すればいいんじゃないかと思うんですが、どうしてそうしないんでしょうね。韓国さんが勝手に主権免除は適用されないとか一方的な法律を作ったところで、どうして日本がそれに従わなければならないんでしょうかね。そうであれば、どの国も一方的に気に入らない国に対して有利な法律を作って好き放題できちゃうと思うんですが、やっぱり考え方がどう見てもあっち寄りですよね。この法案が可決されたら、主権免除を主張して裁判に応じなかった日本政府の戦略は通用しなくなるとか言っていますが、どうして韓国さん独自の法律に日本が従わなければならないのかって感じなんですが、まあそれでまたごたごたが増えるのであれば、それはそれで面白いことになるのかなって感じもしちゃいます。それにしても、この詐欺師集団は今度は韓国政府と米国にも喧嘩を売り始めたようですが、ズーズーしさはさすがですね。韓国さん、国が詐欺師を支援する国ってやっぱり韓国さんくらいですよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。